はいみなさんこんにちは TTS の世界がとっても広がってきていますね TTS というのはテキストトースピーチのことで文字を音声に変える技術ですいろんな便利なソフトが出てきていまして有料のものから無料のものまでどれも手軽になってきましたそしてそれらには人工知能を使って より自然な喋り方になったりしています。最近 AHS さんから発売になったボイスピークというソフトもとっても話題になっています。私もとっても重宝に使っているわけですけれどもでもボイスボックスという無料のソフトが今、界隈では賑わっています。それはなぜかというとキャラがとっても多くありまして 声を選べるということです。ボイスピークのいいところは素晴らしい AI の音声合成のレベルでして、今現在ということでは頭一つ抜きに出てるような感じですよね。そしてテキストを時間軸というので捉えて、字幕形式の読み込み .srt のファイルを読み込めるようになっているわけです。 ですから時間のタイミングに合わせて、音声を喋らせることができるというわけです。でもボイスピークにも課題もあります。音声の種類が男性と女性の3つずつの声があるんですけれども、キャラがビジネス向けで普通の楽しいトークに使うのには少し難があります。ですから遊び心にかけます。 そして今現在、1万円台だったと思いますけれども、やはり有料ということで、お試し版はあるにしても、少し費用がかさみます。そして字幕で、せっかく時間軸を持った構造になっていまして、とても素晴らしいと思うのですが、今日現在は字幕ファイルの書き出しに未対応です。一応要望は AHS さんに出しています。 そして操作性が少し良くないというのがあります。例えば再生するのには、画面の上の再生ボタンを押さないと、他のところでは、ショートカットキーがないためによくあるスペースキーでの再生などがしにくいです。これらはボイスピークだけのことではなくって、いろんなソフトが出てきたばかりなので、各社、いろいろ研究中というのが本音のところです。 そういう課題がある中で、マーチャンバザールというところで活動をしています。なおさんという素晴らしいプログラマーの方が、ゆかりネットコネクターという字幕や TTS に強いソフトを持っていまして、2年ちょっと前ぐらいから使わせていただいてるんですけれども、なおさんにお話をすると、サウンドライナーというまた別のソフトを開発している、 ということを教えていただいて、私のやりたいのは、生声で作った動画を、素早くキャラボイスに変えたいということなんです。私が喋ったタイミングと、ほぼ同じタイミングで、TTS が喋ってくれるという、そういう動画を作れれば、変換という作業がほとんど自動化されるということです。そこで無料のボイスボックスを使って、時間軸に対応できないか 先ほども説明しましたように、左のように生声の解説動画を、ボイスボックスは、ボイボとも呼ばれていますが、ボイボキャラの解説動画に変えれれば、すべてが無料でできるようになります。ただし、Windows 版という限定はあります。でもこれができれば効率化できると思って、なおさんにいろんな相談をして、かなり良いものができかけています。 そのフローチャートというのは、今、画面に示しているようなものです。左一番上のところで OBS で、私は実況録画、解説動画、そういうのを撮っています。もちろんそこでは、あーとか、うーとか、その、とか言ってるんですけれども、ここにはちょっと書いていませんが、カット編集をしてゴミは取ってしまいます。その後、無流という無料の音声認識ソフトというのがありまして、 そのソフトで音声をテキストにします。テキストに変換しましたら、今度はそれを字幕形式、srt のファイルで書き出す。ということができます。そして本題のナオさんが開発してくれた、サウンドライナーというようなソフトを使うわけです。それで読み込みましたら、ちょっと文字があって見にくいでしょうが、このように srt ファイルを読み込めまして、 そして、ここで、ボイスボックスと連携ができるようになっています。ここの文章を、自動で読み上げてくれるようになるわけです。ボイスボックスだけじゃなくって、声フォントにも現在対応していますし、今後は他の AI ボイスとか、ボイスロイドとかの TTS 連携ソフトの開発も得意なので、それは時間の問題で搭載できるというような予想ができます。 こうして無料のボイスボックスと連携をしましてその後ここに黄色く書いていますように w a v の書き出しというのがちょっと古いソフトのラジオライン形式ではできるんですけれども通常の w a v ファイルにはできないので今検討してくれているというところですですから今は分割して一行一行を w a v ファイルに変換することはできます A というところですね。左側にありますように、動画編集ソフトはどんなソフトででもいいんですが、その音声に、このようにして、入れ替えることをやっています。ナオさんが WAV の書き出しを開発してくれるまでの、今しばらくの時間は、この B というのをやっています。ここでサウンドライナーで再生をしまして、それを Windows の録音ソフト。 これは無料のソフトもありますし DAW のような本格的な録音ソフトでも何でも構いませんこのサウンドライナーが喋っている間に録音作業をすれば一連の流れで WAV ファイルができるということになります私がやってみたところ今現在はやはりこの B のパターンの方が動画編集でするのにはとっても早いです はじめに OBS で録画した私の音声ファイルと出てくるファイルのタイミングがちゃんと時間でマッチしていますのでとっても早く編集ができるということになりますその例というのはこういうことです下から2段目にサウンドライナーを録音ソフトで録音した連続の w a v ファイルという風うにしましたら エンジン色のところが私が、初めに喋って録画をした音声なんですけれども、尺がバッチリ合っています。若干の編集だけで切ったりしているのが、この先頭の部分の緑色のところで、わかると思うんですが、でも、編集はほとんどしないででも使えます。WAV の分割ファイルは、もうできるんですけれども、見ていただいた通り、尺の長さが、 この後ろの部分で変わっていますよね。これは順番に後で並べ直さないといけないということになります。リップル編集などでこれを徐々に動かしていくことになります。ここに動画ソフトがあります。リップル編集でやっていくというのはどういうことかと言いましたらこのようにずれていますよね。リップルモードになっていますのでこれを合わせていくということです。 全体を編集するとしても5分もあればできるような作業ですけれどもこれでは少し効率が悪いので今はこの選択したトラックのように最初からタイミングがバッチリ合った WAV ファイル書き出しを開発していただきたいなというふうにご相談しているところですこのフローチャートにありますように今ソフトで自動化をできるように考えています もちろんここにブリューから書き出した。字幕ファイルはそのまま動画ソフトにできるので。ここに字幕、こんにちはと書いているようにですね。字幕も全部対応できます。字幕はほぼ編集なしに持ってくることができます。このように。ちょっと大げさな、ボイスピークを超えるというようなタイトルにさせていただきましたが。 ボイスの種類とか操作性を考えると、連携ということで2つのソフトは使わないといけないんですけれども、今日現在のボイスピークよりは便利に使える。というような感じになっています。次の動画では実際の操作をお見せしたいと思います。よろしければチャンネル登録などをして期待しておいてください。また。 コメント欄などには皆さんがやっている TTS の便利な使い方、そんなものがあったり、ご意見などを聞かせていただけたら、とっても嬉しいと思っています。私は基本は音楽の仕事をしているんですけれども、これからは音楽というものも、曲という狭い範囲だけではなくって、総合でエンターテインメントするような時代になっていくと思いますので、 トークボイスも交えたようなエンターテイメントを盛り上げていきたいと考えています。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。